ね、始まりました今回第青コーナー、ね、第4試合パンクレスツーリズム横浜、まあ、第11代13代プロ級キングオブパンクラシスト赤コーナー第8代 WBF 世界クルーザー級王者180cm 85kg 西島直之助緑の国で西島慶西島陽介選手、はい、で白いアメリカの国旗のようなパンツがロッキーの川村選手で、西島選手は、うん、ガチでヤバいっす。あ、やばいね。ボクシング24勝2敗総合格闘技5戦5勝、すごいね。でキックボクシングが1勝2敗なんですけど、うん、その2敗がレイステフォーとピーター・アーツロアーズ。もうそれは仕方ないねガチな人だすごいよね。でロッキー川村選手僕調べたんですけど、はい、あんまり成績とか出てこないんですけど、うん、中学校の時に生徒会長をしてて、うんうん、ジャニーズ系の顔をしてて、うん、当時は他校にファンクラブがあったと本人の全然格闘関係ない情報ね。本人のブログに書いてありました。あ、そうだ、ブログからバッシングそういう情報大事だね。でも一応このプロレスルールということで今はまあボクシング対決になるとは思います。一応ロッキー選手は一応総合格闘技をやってるそうなんですけども、うん、グローブが総合用ではなくボクシング用のこうグローブになってるんで、うんうん、まあ、寝技はやらない。確かに、つかめない。はい、伺ってますね。でもパンチが速いですもん、うん、西島選手やっぱね、年齢はねやっぱ言ってますけど、うん、はい、でもね、パンチ速いですよ。なんかね、実はナックルズのね、うん、バーガー菊池さんにも似てますけど。ああ、そうだね西島選手はあれですよ、日本人として初のクルーザー級チャンピオンですよ。あ、そうなんだ、ね、なんか外人のような見た目ですね、まあまあ、レジェンドですよ、日本人離れ、まあ、配信で言ったらウラちゃんマン的なね、わかんないレジェンド的存在です。レジェンドなんだね。ユイがバーサスになっちゃう。まあ体格がね、ちょっとひょろひょろしてる、まあ、ひょろひょろしてるように見えてますけど、お互い180センチありますからね。いや、身長こうがっつりしてますよ、遠くから見るとちっちゃく見えますよ。おっと、ダウンしました。ダウン、ダウン、ダウン、ツー、ツー。西島陽介がロッキー川村を捉えた。ダウン。これロッキーがスーパーロッキー川村にしたのね。そうなんですね。それが影響でボクシングしたのかな。えい、これ俺プロレスルール、おっと早いですね。プロレスルールでやるっていうのが、うん、すごいなと思うんですね。おー、いいフック入ってますよ。これはボクシングそうですね。ボディ投げも、いや、もうロッキー選手打たれるの嫌がってますね。うわー、もうね、もう嫌がってます。もう嫌がってくっついていってますから。でももう西島選手はもうそれを離していって離していってですよ。全然話にならないですよ。西島選手がちょっと無理ですね。手が入ってますね。5 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30。これプロレスルールなんで、ダウン2回取られようが3回取られようが、そこで TKO にならないんですよ。もう何回取られても、何回倒れても、テンカウントなんで。体力は続く限り。いやー、これはもう地獄ですよ、ダウン。重いっすね。何回ダウンしても、立ち上がったらぶっ飛ばされるってことですからね。めっちゃ重い落としますね、パンチ。いやー、ボディが効いてきますよ、これ。いやいや、もう足元来てます、足元来てます。もうこれスタンディングダウン取られてもおかしくないぐらいの。そろそろロッキー行ってほしいですね。もう守る、もう一辺倒で手が出ないですよ。攻防が、完全に顎を捉えました今。完全に顎を捉えました。諦めないか。いや、まだ。いやー、もうダメでしょ。ちょっとフラフラですよ。気に入ると思いますよ。気迫だけで今立ち上がって。
お、いけるみたいですよ。いや、これ、これダウンしたらもう無理じゃないですか。言ってしまえば公開処刑ですか。公開処刑。そう、立ち上がればぶっ飛ばされる。テクニカルノックアウトなしみたいな。あ、でも手出してますよ。あ、ロッキー選手はね、手出してきましたよ。体力温存したのか。そう、ありえますね。いやでもやっぱりね、西島選手パンチ重いですよ。あー、右打って右打って、もう顎を上げました。失格ですね。西島選手はプロレス選手なんで、ガスト選手がやっぱ見せるように、悪い言い方だと。そうですね。おっと、バックブロー。うわこれは、でもカウンターの入れ方がうまいですよ。タイミングでパチンって入れますんで、一発が重いですかね。数は少ないです。何度でも立ち上がる。感動する。さあ、もうラッシュですね。西島選手のラッシュ。ラッシュラッシュ。これは耐えられない。これは耐えられない。セブンボディが5分経過。お互い攻防が。ラッシュラッシュ。これは耐えられない。これは耐えられない。この6秒5分の6秒、リリースが西島になって、いや、崩壊するんですよ。これはちょっと、いくらプロレスだって言ってるの。